しみみたいなあります？帰っていいですかね。帰っていいですかね。であのお金、ごめん生々しい話なんですけど、お金とかってなんか、ココロです。メイです。カレンです。はい、はい、イエーイ。ということで前回に引き続き今回もこの3人でガールストークを募集したいと思うんですが、今回は、はい、特別なゲストをお呼びしております。特別な誰ですか？出すって言ったら向こうの顔が立たなくて、どうするんですか？
え、なんかうちは、まあ、奢ってくれる時もあるし、で奢ってくれたら次のご飯を奢るとか。あで、たまにあの割り勘っていうか半分ずつ出してる時もあるし、そこはなんて言うんだろう、いいぐらいの。なんかさ、友愛ってさ、友愛があるよね。そう、え、わかる。他にはない、なんか、うん、ワールド。すごい、めっちゃ憧れる。あるよね。え、リリカちゃんどうしてる？え、リリもアイリちゃんと一緒な感じで、ほんまに奢ってもらったら次のとこ奢るみたいな話とか、なんかたまにじゃんけんとかして、うん、いいよねこれ買ったら奢ってなみたいな話をして、なんかお互いなんていうの、こっちがいっぱい払ってるみたいなのはならへんようにしてるかな。なるほど、勉強になりましょうじゃあ、 あのお二人に最後に、はい、恋人がいない方々に向けてアドバイスをお願いします。アドバイス、なんだろう、なんか今恋人がいなくて悩んでる人とかいると思うんですけど、まあ、恋人を作ろうと思って作るものではないと思うので、自然とあの日常を過ごしてていい人が現れて、なんていうの、自分と合う人が現れると思うので、あのいつも頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。この後きつい。恋人がいないけど好きな人がいる人たち、いる人たちはきっと多分誰、その人が誰かと付き合っちゃったりしたら後悔すると思うから、後悔しないように自分のできることをやって一緒に頑張りましょう。素晴らしい。いい人をね、呼びつけるようにね、素敵な女性になりたいです。今日ためになりましたか？ちょっとでも、なりました、なりました。やっぱなんか違うよね、うん、しっかりと本人からちゃんと本当に説得力もあるし、うん、頑張ろうって、頑張ろう、頑張りましょう。はい、ということで、もう2人も、2人も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったですね。楽しかったですね、はい、いつかこっちの仲間入りできるように頑張りましょう。そうしましょう。ぜひ行かせてください。わかんないからね。そう、ね、最終回を楽しみに。もしかしたらもしかしたらすごい人になるかもしれないから多分兄さんになっちゃうから。そうだね、もう動画歯食いしばってみてやる。重い仲間のふりして。皆さん、めいちゃんの声もお楽しみにしていただいて、今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。通知をオンにして最新動画をチェックしてみてください。それではまた次の動画で、バイバーイ。